カップスターとは産業食品株式会社から札幌一番ブランドにて発売されているカップラーメンである。2002年などパッケージのほか、味、具材の面でも何度かリニューアルを経てきた。熱湯3分。縦型のカップ麺では一般的な麺、スープ一体型。1973年に同社で初めて発売されたカップ麺札幌一番スナックが 全身とも言われる。1975年1月18日に醤油のみ発売され、同年8月に味噌、翌1976年にはカレーウートンと焼きそばが発売された。関東、長野、九州などカップスターの主力市場がまだ広くなかった1992年当時、札幌味噌新発売を機に従来からあった醤油と前年に発売開始した。 カレー南版との3種類で全国戦略に乗り出した。なお、産業食品では発売開始日の1月18日をカップスターの日と制定している。発売当時からずっと紙製を続けている。初期のギザギザ容器は持った時に熱くないようにという工夫であった。その後はフラットな容器に移行し、2000年7月にはニューカップスターと歌い、ロゴデザインを一新した。 2002年4月には材質構成からアルミを除き、蓋も紙しようとした。発売から32年目の2007年には初期に近いデザインへと回帰し、フラットなままギザギザに見えるようにしたが、これは2006年10月に限定発売した復刻版醤油味が好評だったのが一因だという。 発売年もしくは翌年の1976年から登場したとも言われる CM ソングは、ヒロコウイチが作曲し、ノコイノコが初期の歌唱を担当していた。その後、別の歌手や CM 出演者によって歌い継がれてきた。発売月ほか、多数。ありがとうございます。